2024年の静岡県はどうなるのか。川勝知事は度重なる不適切発言で県議会との溝が深まり続けています。ライブ静岡が川勝知事の姿勢を正したところ、どうやら議会との関係は急に冷え込んだとの認識のようです。賛成50票、反対18票。よって川勝平太知事に対する不信任決議案は否決されました。去年県議会では50年ぶりとなる知事への不信任決議案が出され、1票差で否決される事態に。原因は、あちらはコシヒカリしかない、だから飯だけ食ってそれで農業だと思ってる。知事のいわゆるコシヒカリ発言に端を発した給与返上問題。去年県議会は知事の発言をめぐり幾度となく紛糾しました。前議会のごとく問題を起こしていることは大変遺憾でありますので、厳しく申し入れします。議会との関係は決してうまくいっているというふうには思えないんですけれども、その溝をどう埋めていったらいいとお考えですか。まあ、急に溝ができましたね。まあ、これは、まあ、議会と行政府、車の両輪ですからね。でチェックされると、でチェックする側の多数派がですね、まあ、いわゆる野党というふうに、まあ、自ら称されているわけですよ。でそういうわけでですね、トップを叩くというのが、まあ、一つのお仕事になるのでです。議会に追及されたコシヒカリ発言をめぐる給与返上問題の収束には2年かかりました。給与返還ができたのがですね、給与の、まあ、あれなんですかね、減額ですね、ができたのはこれは世論のおかげですよね。そういう世論がこの議員さんを動かして、ああいう条例を定めていただいたということでですね、やっぱり世論に助けられたというのはすごく大きいです。訂正をしていただきたいという申し入れなんですけれども、訂正するほどのことではないと思いますが、とりあえず提案をしたと。知事と県議会は発言の訂正をめぐり押し問答を繰り返しました。現状でいうと政策ではなく発言に対しての批判が起きていて、政策の議論が遅れているという指摘もあります。それについてはどう感じですか。誠にそうですよね。政策の議論がなされないで発言云々にこだわられているのは不健全ですよね。まあ、ですから政策本位のやり取りにね、変えていったらいいというふうに思ってらっしゃるならそうした方がいいと。知事は人様に迷惑をかけたら次辞職をするというふうにおっしゃっていました。その迷惑をかけるですとか不適切っていうことの知事の中での定義ってどんなものなんでしょうか。そうですね、まあ人の役に立つということと逆をすれば迷惑かかるんじゃないでしょうかね。ですから私の仕事は公僕ですから、公の職を得て書きますよね。まあ、ですからこの利他の行為が基本です。公僕と言いつつ不用意な発言によって県民や議会を混乱させ続けてきたのも事実です。県議会との関係回復の兆しはいつ見えるのでしょうか。